演歌界の美男美女歌手として絶大な人気を博す西田愛、辰巳ゆうとの仲、関係をまとめました。長年ささやかれてきた熱愛の噂や恋仲が噂されるようになった理由、そして噂の真相が明らかになった現在まで、西田愛、辰巳ゆうとの関係をお届けします。名前西田愛、生年月日1988年7月14日、出身地鹿児島県姶良市。西田愛はクラウンレードよりデビューした歌手です。幼少期から歌手に憧れを持ち、2006年に平尾正明ミュージックスクール鹿児島校に入校。2008年に開催されたスクールのオーディションでレコード会社の目に留まり、スカウトされたことでデビューに向けてのトレーニングが始まりました。2010年7月7日、平尾正明プロデュースによりシングル「揺れて遠花火」で歌手デビュー。歌唱力はもちろん、女性らしさを表現する仕草と表情豊かな振る舞いも魅力的だと人気を集め、歌謡界に新星として現れた美人歌手として地位を確立しました。2018年3月には YouTube 公式チャンネル西愛チャンネルを開設し、 YouTuber としても活動するなど活躍の場を広げています。名前辰巳ゆうと、生年月日1998年1月9日、出身地大阪府藤井寺市。辰巳ゆうとはながらプロダクション所属の演歌歌手です。中学1年生の時にながらプロダクション主催のティーンズカラオケ大会で優勝し、高校時代から歌手デビューを目指してボイストレーニングを重ね、大学進学を機に歌手になるため上京しました。上京後はストリートライブを行うなど、下積み時代を経て現役大学生だった。2018年1月17日にシングル「下町純情」で演歌歌手としてデビューを果たしています。年末には第60回日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞するなど、デビュー直後から注目を集め、歌唱力はもちろんアイドル顔負けの甘い美形マスクでも多くの人気を獲得。往年の演歌ファンのみならず、若い世代からも支持される演歌歌手として活躍しています。かねてより西田愛と辰巳ゆうとの関係が恋仲ではないかと噂されてきました。西田愛の名前を検索すると関連ワードに辰巳ゆうとの名前が候補に上がるほか、一部ネット上では西田愛と辰巳ゆうとの目撃情報が出回るなど、2人が恋人関係にあるのではないかと噂する声が飛び交っていたのです。ここでは2人の交際を噂する目撃情報や同棲疑惑などをまとめました。恋仲が噂されるようになった理由、そして噂の真相まで、西田愛、辰巳ゆうとの関係をお届けします。かねてより一部ネット上に西田愛と辰巳ゆうとが交際していて、すでに同棲しているという情報が書き込まれていました。その書き込みには、西田愛と辰巳ゆうとは一緒に住んでいる、一戸建てに住んでいて、近所に住む女性によると、西田愛は辰巳ゆうとと結婚し子供もいると触れ回っていたというものや、西田愛と辰巳ゆうと、そして子供たちが車で出かける様子をよく見かけたというものがありました。この書き込みには情報を裏付ける証拠もなく、霊から聞いたというデマの発端の典型的パターンであることは間違いないのですが、この書き込みを信じるネットユーザーも存在し、交際、同棲どころか結婚の噂までもが浮上したのです。西田愛と辰巳ゆうとが同棲しているという疑惑は、某大型掲示板にある写真が投稿されたことで一部ネットユーザーの間で同棲確定ではと話題になりました。その写真というのが、後ろから隠し撮りされたと思われる男女2人の写真です。該当写真は夜の暗がりで、男女の後ろ姿が撮られただけのものであり、不鮮明さも相まって西田愛、辰巳ゆうとだとは判別できませんでした。しかし状況から辰巳ゆうとのファンによる盗撮の可能性が高く、西田愛と辰巳ゆうとのツーショットだと主張する声により、長年付き合ってる雰囲気に見える、同棲確定でしょうとの書き込みが続出しました。また辰巳ゆうとの SNS に投稿された自宅写真の壁が以前は白だったのに対し、現在はグレーの壁になっていることで、
引っ越して同棲しているという疑惑も浮上したのです。さらに地方公演で不在にしがちなのにもかかわらず、一人暮らしとは思えない量の食材を買ったところを目撃されて疑問に感じる人も生まれ、辰巳ゆうとが女性と暮らしていると信じるファンが増加しました。普通に考えれば全てに信憑性がなく、なぜこの曖昧な情報で西田愛と辰巳ゆうとに同性疑惑が出たのか不思議に感じるところですが、一部ネットユーザーは2人の熱愛関係を事実だと断定し、同棲するほどの仲だと信じ込んでしまっていました。しかしあるニュースにより西田愛と辰巳ゆうとの熱愛疑惑は一蹴されることになりました。2022年3月14日、西田愛と演歌歌手の中澤卓也の熱愛が報じられました。中澤卓也は2017年に日本レコード大賞新人賞を受賞した演歌界のホープで、2人は2年ほど前から熱愛関係にあることが発覚したのです。西田愛と中澤卓也はコンサート3人の歌仲間で共演するなど、仕事で顔を合わせるうちに仲を深めて交際に発展し、何度かの破局を経験しながらも2年ほど交際をしていることが分かりました。これにより西田愛と辰巳ゆうとの交際や同棲はデマであることが判明しました。西田愛と辰巳ゆうとの関係が噂されていた時期も交際期間に入っており、一部ネット上で噂されていた同棲疑惑は完全なるデマだったことがこの報道により裏付けられました。辰巳ゆうとは演歌界の新たなスターとして熱狂的なファンを抱えているため、事実無根の熱愛疑惑が浮上するのは仕方ないことかもしれませんが、未確定の曖昧な情報には振り回されないようにしたいですね。西田愛と辰巳ゆうとの中関係をまとめました。未来の日本歌謡界を牽引していくと期待される西田愛、辰巳ゆうと、それぞれの今後の音楽活動にも注目していきましょう。ジャニーズに所属していても全く違和感がないほどイケメンで爽やかな辰巳ゆうとさん、演歌歌謡界では令和の王子様と呼ばれており、すでにその人気ぶりは絶大です。今回はそんな辰巳ゆうとさんの学歴や出身地、生い立ち、デビューの経緯について調べてみました。辰巳ゆうとの学歴、出身地、生い立ち、デビューまでの経緯、家族とのエピソードや演歌を始めるきっかけなどもご紹介していますので、辰巳ゆうとさんのことが気になるあなたの参考になったら嬉しいです。人気のイケメン演歌歌手辰巳ゆうとさんの学歴について調べてみました。まずは高校からご紹介していきます。辰巳ゆうとさんが通っていた高校は大阪府立東住吉高校だそうです。辰巳さんは当時芸能文化科に所属していたようで、ここでは舞台や演技について学ぶことができたのだとか。ちなみに同校のブログではデビュー後の彼が紹介されていて、母校からも応援されていることがうかがえます。辰巳さんは高校に上がると大阪にあるボイストレーニング教室ボイスマスターに通い、日々ボイストレーニングを重ねていました。当時の詳しい活動などは分かっていませんが、所属していたながらプロダクションからデビューまではアドバイスを受けながら練習していたそうです。人気のイケメン演歌歌手辰巳ゆうとさんの学歴について調べてみました。辰巳さんは大阪府藤井寺市出身です。演歌歌手の井上由美子さんが辰巳さんと同じ小学校の先輩であることを明かしています。辰巳さんは小学校時代にはカラオケ教室に通い、日々歌の練習をしていたようで、当時から演歌歌手を目指して頑張っていたのだとか。辰巳さんが通っていたカラオケ教室も大阪府藤井寺市内にあるようで、小学4年生から6年もの間を追っていたのだそうです。また2022年9月には藤井寺アンバサダーに就任しました。藤井寺アンバサダーは市の知名度向上やイメージアップを目的として市にゆかりがあり、様々な分野で活躍している人に藤井寺市の魅力を PR してもらうために今年度より開始した制度で、歌手としては辰巳さんが初めての任命となりました。任命書を受け取った辰巳さんは5周年という節目の年に藤井寺市の
アンバサダーに任命していただいて、こんなに嬉しいことはありません。もう感謝の気持ちしかありません。と大感激の様子でした。辰巳さんは幼少期の頃から演歌を聴いて育ったそうで、これは彼の祖父の演歌好きが影響しているのだとか、祖父は彼がまだ生まれて間もない頃からカラオケ喫茶に連れて行くなどしていたようで、辰巳さんにとって演歌は子守歌のように馴染みがあるのだそうです。5歳の時にはすでに演歌を歌えるほどになっていたようで、なんと保育園の頃から演歌歌手になりたいという夢を持っていたそうです。1998年1月9日、大阪府藤井寺市で生まれる。祖父の影響で演歌を聴いて育ちました。2010年、中学1年生の頃に出場した。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。